こんにちは。扉座通信その先へ第3回目です。主催の横内健介でございます。はい、アシスタントの久我ねねです。はい、ということでね、2024年錦糸町現場、はい、もうあと一月後には本番って感じだろ。はい、もう一月切りましたね。で、大体もう見えてきた。そうですね、みんな最初から通すとやっぱりずっと限界を迎えながらやっているので。まあ、暑い、もう暑い。このね、一応稽古場でやってるんですけど、まあ一応クーラーあって今日誰もいない時に入ってたら結構ひんやりしてるんだよ。そう、ね、ちゃんと聞いてんだよ。だけどね、こう出演者がこう全部集まっただけで、なんでこうクーラー壊れたのぐらい全くクーラーが効きませんね。はい、人間の体ってこんなに暑いのって。しかもみんな若いんだよ。甲子園球児みたいなもんだからさもうあの暑い、暑いっす。しかも密、密、もうこんなの絶対もうあの本当コロナ来ないでくれって感じ。2、3年前だったらできなかったですね。もう本当に。でもうちょっと動いただけでみんな汗だくだよな。はい、もうここら辺の自動販売機さぞ儲かってることだろうよありますけどね。ねえ、もう本当に毎日水飲んで頑張ってます。はい、ということでですね、今日は、今日はドリル魂の稽古動画が届いております。大丈夫か見せて。え稽古風景だろ。そうです。歌ったり踊ったりもしてんだろ。はい、大丈夫かな。こう声で離れない人そんなこと言わないでください。横さん見てるんだから。うん、いや、まだ稽古中だと思って見ていくからさ。もうでもまあせっかくだからね、はい、どんなもんかわからない方も大勢いらっしゃると思うんです。もうなんせ20年ぶり、まあ20年は大げさですけども、立ち上げから20年経ってるんで、はい、あのドリル魂と名前は聞いたことあるから、一体どんなもんかわかんないっていう方も多いと思うんで、はい、ちょっと特別に見ていただきましょう。はい、ご視聴ください。どうぞ。まだな、やっぱこの稽古、ここじゃちょっと実寸が取れないからね。はい、ぎゅうぎゅうだよね。ぎゅうぎゅうですね。実際は今イントレなんか、まあ、工事現場のイントレなんかが行って上の方でやってるとか、そういうさまざまな、もう本当にあのシアター、隅田パークシアター層を全部を工事現場に見立てます。はい、そしてもう本当に入っていただく時から工事現場に皆さんが、お客さんが入っていただくという演出です。はい、なので、まあ、言うとあのお客さんって多分ね、初演の時も呼んでなかったと思う。工事現場見学の方々みたいな。あ、なんで、はい、現場の見学なので、いろいろと危険もあるのでヘルメット着用してくださいとか、はい、あ、今回も先日も申し上げましたけども、マイメット持参の方には、何かプレゼントを、メットに貼れるシールとか、出演者のサインとか、お全部のサインをコンプリートしたって人が前いるの、出演者の。まあそれはまああのね、出演者たちの出はけの時にっていうの、うん、小屋入りのなんかの時なんかにこういててくれて、まあ今回もかなりまあ若手が多いんですけども、みんなこっから多分あのスターになる人たちが。なりたいですだよね。はい、うん、でそのなるためにしかもどうなんだ今稽古しててそのまあ歌と踊りとお芝居をさることながら、はい、まあ踊りはね専門だから。そうです ね元バレリーナですからね。でも空中バレーに今回は挑んでいる。はい、エアリアルというジャンルですが、我々の稽古場のすぐそばに、エアリアルスタジオというのがありまして、AADP、はい、エアリアルアートダンスプロジェクトという、うん、はい、そういうチームがあって、まあ、アートサーカスと呼ばれているシルク・ド・ソレイユっていうで有名なチームがありますけど、はい、まあ、あのロープのに捕まって上ぐるぐる回ったりで、その中でなんとクワネネがそのアートサーカスにも挑戦していると。はい、もう稽古してるんだろ。はい、
今現在本番1ヶ月前ですが、まだ2回しか稽古に行っておりません。がでもセンスはいいって言われてね。そうです、ね、なんかまあまあ、あのバレエのポーズなんかがこうね上手に決まるので褒めてくれてたみたいです。そうね、もうとっても、楽しみです。はい、はい、またその稽古最初の1回目の こいつがやるんですけどって紹介だけしに行きましたけどでもその時にやった先生がもうずっとそのねエアリアルのこのアート、ね、ダンスプロジェクトの、先生ももう俺ね30年近いお付き合いを研究所もなんかもうそうあの 体操なんかももうこう見ていただいてアクションも見ていただいたり ね、それから僕は愛知県でやった万博ね、今度大阪でやるってでしょ、はい、愛知九博っていう時に一つパビリオンを担当したんだが、その時の振り付けなんかもなさってくれた若井田先生、はい、今若井田先生にあなた習ってるんです。はい、名だたる人たちが空を飛ぶ時に若井田先生のお世話になってます。ちなみにあの市川團十郎さんもなんかこう宙乗りでちょっと練習したいとか言ってここのスタジオでやってるんで、わあ、もうあの日本でもう本当にこうアートサーカスといえばここっていう。しかもそこからもあの参加者がお二人ね、はい、三橋真彩小春ちゃんと野田四つ葉ちゃんです、うん、はい、あのごく自然に轟組というこの現場作業員の中に混じっておりますが、実はメンバー的にはこの AADP のパフォーマーです、はい、でも将来本当アートサーカスなんかでも活躍、でも高校生と大学生なんだよな。そうです。一人は留学というか、まあ、バイリンガル、まあ、マーヤなんてね、まあ、バイリンガルですもんね。半分すごいですよ、二人とも、はい、半分あすごい、はい、そのアートサーカスもう10メートルぐらい上からもうクロ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 ってやるんだよな。急、はい、もうすごいですね、はい、もう本当にあのすごいことをやる少女2人、はい、このままも楽しみにしていただきたいというふうに思います。はい、ということで今日もスペシャルなゲストに来ていただいております。ドリル魂立ち上げメンバーの新原武史さんです。ニアンです。こんにちは、新原武史です。もう忙しいところありがとう。え、とんでもないです。演劇の鬼だからさ。とんでもないです。もう常に稽古してるか本番やってるか、自転車乗ってるか、酒飲んでるか。酒飲んでるか。うん。でもずっと芝居、年間何本やってんのかな。大体、8本ぐらいですかね。すごいね。今次に皆さんに見ていただくべきものはどれですか。はい、こちらです。ジャングルベルシアター、サラマンドラの星空。10月の17日から23日まであの大塚のよろず劇場でやるんですが、うん、あのとてもこの浅野さんという方が代表の方なんですけど、うん、昔の横内さんの作風にすごく似ているというか、ファンタジーとなんか人の情となんかそういうのが背骨にありながら、なんていうんですかね、あの考古学とか謎解きとかも入ってきて、なんかね、昔の、あの、横井さんの本というか、その、あの、小劇場ブームの時代なのかわかんないんですけど、今、50代なので、うん、横内さんたちの次の世代のお母さんで、もうずっとやられてるんですけど、そこに出るんですけど、はい、まあ、ちょうどでも10月17日なんで、はい、ドリル魂を見て心置きなくこれも見に行ける、お願いいたします。そういうことでね、もうその、まあ、もう本当に演劇の方に忙しいところ、ありがとう。今日とんでもございません。今日あの来ていただいたのに他でもない、はい、ドリル魂ってそもそも何だったのか、はい、今もうあの、ね、証言できる人がね、はい、まあ、犬はいるのよ、はい、犬はいんの、ジュンジさんですね。ジュンジは、はい、同じ役でしかも、はい、違う役の予定だったんだけど、いろいろやった結果やっぱりこれお前がやんなきゃ、パクさんやることになった、はいはい、うん、で踊りとか抜いてあげようと思ったの、少し楽にして、はい、やるって言ってさ、今混じってんだよね一番大変なところじゃない、テルトダンスやってますよ、うわやってるの、だけどもう本当にこう そもそものオリジナルメンバーが随分こうね、はい、うん、はい、旅立っていき、そうですね、語れる人がいないんですよ、はい、私もさっきあの映像、過去の映像を見ながら、うん、ああこういうのやってたなと思ったんですけど、うん、あれこいつもいない、あいつもいないって全員ほぼいないみたいな、そう、もう、はい、
もう数少ないあれですよ、はい、生存者生存数少ないし、あの、はい、ね、立ち上げメンバー、はい、どうだったの最初からやってんだよね、紀伊国からやってんだよな、そうですね、その時の役名ははっけかな、でもなんか横井さんがニーヤンとか書いてた気がしますね、ニーヤンか、はい、なんか特にあの考えもせずとか言うとちょっと失礼ですけど、ごめんなさい、今のはちょっと語弊がありました。ニヤン。なんか、例えば、まあ、ガンさんだったらガンペイさんとか、うん、パクさんとか、ルオさんだったら、うん、トリオとか、竹松とか、そういう、作品上の名前、まあ、ガンさんはガンさんだからガンペイなんですけど、なんか、そうじゃない、もういなくなったみんなとかもそうですけど、そういうのは、なんか自分の名前が結構ついてたかなと、はい、もうなんか混乱するからね、はい、別に名前つけると、はい、なんだか分かんなくなっちゃうんで、ニーヤンはニーヤン、でもニーヤンはそのままニーヤンだったわけじゃないんだよ、はい、どんなこしらえだったんですか、まあ、一応証言は出てます、あ、僕もうドリル魂やるときは必ずスキンヘッドにして眉毛を潰してで本当にあの少林寺のなんかさ修行僧みたいだったよね、はい、感じがね、はい、その時もう20年近く前なので、うん、20代中盤なのでなんか芝居もよく分かってなかったですし、なんかこう何が良くて何か悪いとか今だったら多少分かるようになってきましたけど、なんかその頃なんかそんなことも分からないというか、歯を黒く塗りつぶしてたっていうのを、はい、覚えてます、なんであれが歯がなくなってたんだっけ、なんかこうシンナーをやってるみたいな設定で自分で作って、なんかそのままの自分だけでなんか出た時に何かこう武器がないなと思って、もう形から入ろうと思って、もう剃る、潰す、抜く、もうやれることはやるみたいな、歯抜いたのか、それも、ね、抜くわけいかない、黒くなんで塗りつぶしたの、あれなんであんな黒くなって、お歯黒みたいに、あれおはぐろで、おはぐろつけたの、あれおはぐろです、おはぐろってあんの世の中に、あります、あります、あんの、はい、あの時買ったおはぐろも眉つぶしもいまだに自分のメイク道具の中に入ってまして、結局あれ以来ほとんど使ってないそんなシンナー中毒のような役作りをしていたニーヤンですが、忘れもしない、実はね、再演の時かな、緊急再演したんでね、その伝説の犬飼が出れなくなったサンシャイン劇場ね、でも一回紀伊国屋ホールでやって、はいはい、最初全然もうお客さんもさ売れって言ってんのにもう全く売れてなくて、どうすんだみたいなのが、でもやってる最中にすごい話題になって半端になったんで、こんな盛り上がり久しぶりだなみたいになって、すぐ再演しようって言って、はい、サンシャイン、はい、でもついてはちゃんと宣伝しようぜって言ってスポーツ新聞なんか頼んで、本当に取材お願いしますって言って、記者発表みたいなのやったの覚えてる？あの新宿の、そう、あの工事現場ですよね、そう新宿のね、今紀伊国屋ホールが建ってますが、 あるじゃん紀伊国屋書店、ね、その裏に無印良品があるの分かんない、はい、映画館の入ったビル、はい、で、あのビルがちょうど建て直ってる、そうです、ね、今のビルにする基礎工事かなんかもう本当にそうですね、地下掘り起こしてるみたいなことだよね、はいはい、でそこがたまたま借り入れたの、工事現場を借り入れたんですか、そうで工事現場で借りてイントレみたいに立てて俺らの工事道具やってって1曲2曲やったの、人集まってもらう、はい、で写真撮ったりしてな、はい、でそれがスポーツ新聞の記事に なったわけでね、たまたまねあそこね多分映画館的にね松竹かからんたんだよ、はい、で俺ほら松竹の仕事をスーパー歌舞伎とかやってたんで、なんか そういうの分かって、工事現場あれ貸してもらえますかねって言ったら、ちょっと貸してくれた、30分ぐらい貸してくれたの、工事中だぜリアル工事現場、その時に何人かでパフォーマンス全員が揃ってなかった、 でもニーヤン、まあ、若手の中で とにかく土の上で踊るみたいになって、はい、工事現場で踊るみたいになってた時に、松竹のプロデューサーですよ、はい、スーパーカブリのプロデューサーの、すっごいイケメンじゃん、すっごいイケメンじゃん、あの人なんか韓流スターみたいじゃんって、か、まあ、中国の若手俳優みたいな、坊主のあのない新原のこと、あ、でもあの時は
ちゃんと眉毛もあって歯もあったそうなんですそうかそうなんですあの時はそれはあれじゃなかったの記者発表だからそうなんですあれは、うん、そう横井さんがその後教えてくださいましたけど、うんうん、誰って言われて、うん、で本番見に行ったらその人はいなかったどこに行ったのそうプロデューサーすっごいイケメン見つけちゃったよって言って興奮したのそれが2位なんですよありがとうございます、ね、僕たち同期3人はいろんなお芝居で3人でよく使ってもらってで3バカって言われた提出すれば却下、提出すれば却下みたいなのもういろんな作品でそれが繰り返されてましたね思い出せば、はあ、それが今の今日の新原さんを演劇の鬼にしてったんだよ さっき、前過去の映像を見させてもらってあこんなのやってたと思ったんですけど足立裕二その僕の同期のやつがなんか岩を引っ張ってたり足立裕二がね足立裕二がでもう一人がこうなんかハイスコアって岩を引っ張ってたり今の俺がこの人たちの先輩だったら君の演劇はおかしいって絶対言うなみたいなことやっててそう懐かしいですね懐かしいです、今ドリルダムシやってんだよ本当にいやもう今日稽古場来るとき、下着いたときに、窓からケルトダンスの音が聞こえて、うわーと思って、もう動機が速くなりました、もう。あれね、最後の歌の前に踊りますけど、なんかまたこう全部こう、一回なんか更地に戻して、人も現場もまたさらに戻して、またやり直そうみたいなのの、踊りですけど、もうみんな、ずっと曲中全力出し続けるみたいなシーンなので、なんか若いからこそできるし、なんかある程度年齢がいくとなんかサボり方も分かっちゃうし、なんか頑張りきれなくなっちゃうし、だから今ああいうのを本当に頑張ってほしいなと思いますね。はい。まあでもあれが若者たちを鍛えてるの。そうですね、だって本当にもう ドリル魂については先輩たちをあえて休んでもらって紀伊国屋ホールなのに紀伊国屋ホール公演なのに幹部はもう出番ありませんともう一番上道夫さんですと道夫さんがあの現場のおばちゃん今回井上珠美さんというミュージカルの大御所が出演してくださるんですけどその役でみっちゃんが出ててあと次はもう犬飼、まあ、杉山いましたけど、はい、杉山おもしのようにしげじという役でね、はい、いてて、まあ、あと他のだって有馬だったとか岡森だとかは基本出てないわけでいなかったですねファン美奈子も出てなければ、はいうん、なんで本当に若者で作るからなってその代わり君たちの公演なんでこれ失敗したら君たちしばらくチャンスないよっていう話だったと思う、はい、な、うん、でもそれが本当に爆発的に面白いって言われてであっという間に3ヶ月後だろうあれ初演してもうその次の夏にはすぐサンシャインでしたねサンシャインでやるよって言ってでそこで犬飼さんがやらかすとそうですね来ないねみたいなそういう事件があったって話なんですけどもうそれぐらいこう大事な演目だから、その後何か若者たちを何かやろう育成したりしようっていう時にはドリル魂でも久しぶりに本当にこうまあ劇団もねもうここで今ただたまたまこの何年か男が入ってきたんですよはい、研究所に、はい、今ねミュージカルの、まあ、オーディションとかやるじゃん、はい、私もいろんな外とかでねでも本当に女性は多いわけダンサーとかサンリオピューロランドの、まあ、演目が僕一つ持ってるでしょ可愛い歌舞伎っていうやつ、はい、でそういうの時々入れ替えがあるわけダンサーとかで男のダンスもダンサーって出演者も必要なんだよ、はい、だけどね女子と男子の、ね、倍率がね10倍ぐらい違うのもう応募だけでもう女子は100人超えとか平気なんだよ、はいはい、でそれもかなりいろんなところで踊ってきましたっていう人たちで男性は本当少ないのへだけどたまたまこの扉座研究所この何年か男が入ってきて、はい、まあ昔のニーヤンたちの熱量とどうか今回ちょっと比べてみたいと思いますけどでもまあまあ骨のあるやつらが入ってきてなんか泣き言言わないで頑張れる者たちが入ってきてるんで、うん、彼らをまあ中心に何かやりたいなと思った時にドリル魂ですよ、みんな新原を目指せと鬼になれ鬼になれ演劇の鬼になるための虎の穴みたいなもんだよそうですねそうだそうですねそうですということで話はつきませんが、ね、演劇の鬼から、まずは、今ここにいる久我ねねに
何かアドバイスがあればぜひメッセージでもいいですから、はい、お願いします、お願いします、はい、ねえねえ、この間ハロウィン、はい、ね、ハロサクに少ないキャストの中でね、あんな出演して、で出たら出たでキャリアなんか関係ないし、なんかもうみんななんかキャスト全員素敵だったなと思って、なんかとってもいい舞台できたなと思って、でなんかその稽古場で自分の体験とか先輩たちの稽古風景とか人の芝居をどう見てるかとか、稽古でどう変化していくかとか、それを1ヶ月間で、その後2週間劇場入ってからお客様が入ってそれを体験して、それってすっごい僕ね、いい体験で財産だと思うのね。それを持ってる今すごいホットな時間だから、そのホットな状態でこの稽古と本番にそのまま突っ走ってほしいなって、上を見て、はい、はい、でもう頑張ってプロの俳優として最後までやりきってほしいなと思います。ありがとうございます、はい、いや嬉しいです。うん、他の出演者、まあ、多分会ったことのない者たちも大勢いると思います、はいはい、いろんなところから集まってきてくれてます、はい、うん、みんなにもどうぞメッセージをお願いします、はい、その共演する人たち、演出教える人たちもそうですけど、なかなかこう強く言いづらいというかなってて、そうなった時に自分一人で俳優として人間として自分の限界を超えていかなければいけないんですけど、でも本当にこんなドリル魂みたいに自分で限界を作らないで頑張りきれる作品はないと思うので、本当の本当にもうこれ以上ない、全部出し切った、やりきったって思えるようにもう頑張りきってください。もうその先に新しい自分がいるので、ぜひ新しい自分に会ってください。はい、素晴らしい。そんなことが言えるようになったんだね。20年経ってこういうことが言える。いいゲストに来てもらったよ。もうありがとうございます。ありがとうございます。頑張ろうな。はい、失礼します。染みてます。すごく心に。あ、本当？はい、そう見えませんけどね。大丈夫ですか？はい。大丈夫ですね。はい、もうがっつりやりますよ。見に来てくれるの？あ、行きます。はい、ね、はい、うん。応援しに来てください。ぜひお願いします。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでですね、まあ、今回もメット席、なぜか、お客さんがヘルメットをかぶる、そういう座席もやる、はい、それからもちろんエアリアルもある、はい、それからドリルメガネ、はい、覚えてる？覚えてます。ドリルメガネもやります。皆さんにお配りして、ちょっと景色が違って見える、素敵に見える、はい、そういうものを、まあ、もうちょっとテーマパークみたいな、そうですね、観客参加型だしね、うん、これね、そういう意味で本当に堅苦しくない舞台なんで、もう体感しに来ていただきたいというふうに思っております、はい、どうぞ今絶賛稽古中です、ご期待くださいということで、もう本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。